では続きですね、リア学堂の、話の続きでございます。まだ入ってませんけどね。次にあの問いと答えをですね、問答を設けて教えてくださってます。報道館の聖典では328ページの、5行目からですね、問うていわく Q&A ね、質問いたします。これあの自問自答で、禅道大師がね、皆さんがおそらくこういう疑問を持つだろうということで、疑問をまず設けて、まあ、ここから問いも疑問で終わってますけどね、次の講義でまた問いを答えますけどね、おそらくこういう疑問を持つだろうと思って禅道大師がね、皆さんに代わって質問を設けてくださいました。問うていわく、もし下行不動の蛇像の人らありて、来たりて愛わくらんし、あるいは主事の疑難を解きて、往生を得ずといい、あるいは言わむ、何時ら主上皇后よりこの方及び根性の真悔号に一切凡生の身の上において、つぶさに十悪五悪四十方法仙台破壊破権などの罪を作りて、いまだ助人することはあたまず、しかるにこれらの罪は三害悪道に帰属する、いかんぞ一生主福念仏して、すなわち他の、国、これ他の国じゃないかな、いかんぞ他の国の、ないですね、他の無路無償の国に入り長く生護するを得いな、まあ、これが質問でございます。どんな質問か、見ていきますと、まずですね、もしですね、下行不動の蛇像の人ら、これはですね、この真実の仏法を、聞くときにですね、これ実はね、リア学堂はね、皆さんが幸せになれる悟りを開くね、まあ、最短距離というかですね、最も近道を伝道大師はね、明らかにしようとされてるんですね。それを聞くとですね、こういう疑問が起きる。下行、これは理解と行ね、この真実の仏法と理解が違っている、ね、行が違っている、ね、理解と行が同じでない、ね、理解と行いが同じでない、それに横島が混じった、ね、横島が混じった人たち、いわゆる正しい仏法の見解じゃない、ね、みんな迷ってますからね、間違った横島が混じった人たちが、まあ、ほとんどがそうでございますけども、ね、理解と行いが同じでない横島が混じった人たちがいます。そういう人たちが来て来たりて、ね、愛わくらんし、ねね、愛わくらんね、惑い乱れて、心が乱れてね、おいおいおい、こんなことあるんかということで、乱れてわくらんする人がいるし、また自分がね、惑い乱れるだけじゃなくて攻撃してくる、あるいは主事の疑難を解いてね、さまざまな疑いと非難、本当かいな、ね、そんなバカなことないだろうと、疑いと非難を解いてね、そんなことで往生なんかできますかと、往生を得ず、ね、でこんな、ね、ことで往生できるんかということで、まあ、念仏で往生はできないと言いたいですけど ね、往生を得ずというふうにね、文句疑いを浴びせ非難する人があるだろうと、多分これ今から解いたらね、でもそういう非難があらかじめね、こういうことがあると知っておいて、そしてそれでこの例えを解きますから、いうことであらかじめね、ちょっとあの言っとくんですね、こういうことがあるから覚悟してくださいと、往生を得ないというふうに言うものがある、これが一つ目のね、文句ですね、非難ですね。でもっと詳しくもう一つ、あるいは二つありますよね。一つ目は多分こんなことを言うだろうなということで、一つ目はさまざまな疑いや非難を解いて往生はできないというふうに言うものがいるだろう。もう一つはですね、あるいは言わん、こういうふうに言うだろう。何時ら修行ね、これ仏教深く学んだらこういう疑問を起きます。何時らお前たちね、何時あなたたちね、まあ、仏教ではね、あなたたちはすべてね、修他の生児、これ修行の仏教で修他の生児と言いますね。私も皆さんも含めてね、修他の生児、大い大い生まれ死ぬなんですね。今は皆さん人間ですけどね、過去世はね、
ね、動物や畜生とかね、地獄ガキ畜生といろんな生命体に生まれたり死んだりしてきてね、ね、苦しんできた多くの多くの生まれ死にを何十回何百回何千回繰り返してきたか分かりません、ね、そういうね、何時ら修行、ね、この迷いの歴史はですね、交互古い過去、ね、もう何十年何百年何千年何万年か知れませんが、交互とはこれね、広い高度がいてね、これ高度言ったら仏教ではね、あの無限数を表す無限数、これ以上ない長さを仏教で高度言いますね。だから億空と言いますよ、日本語で億空ね、あれ億光から来てますけど、億空ね、ものすごい長い期間、無限数を表す単位が高ですね。広いだけど、これずっと古い長いね、古い長い過去、古い過去からね、ずっと古い過去からね、以来ね、この方今日まで今までね、古い過去から私たちの歴史にはですね、古い生命の歴史がございます、ね、古い昔からね、今日までおよびね、今生ね、古い過去から今生きている現在ね、過去の業が全部荒屋敷に収まってるしね、まだ生まれてから今までね、私はやっぱ60年間生きてきましたが、根性におけるね、行いは身悔、体の行いと口の行いと心の行い、これ身悔業と言います。体や口や心の行いですね、身悔業に一切凡消の身の上においてね、みんなね、体、口、心で、ね、一切の大きく人を分けたらね、凡夫と商人ですね、一般凡夫、凡夫とはよく怒り口の塊ね、煩悩にまみれた普通一般の人を平凡な男と書いてね、平凡な夫、ね、普通一般の人を一般ピープル、ね、これを凡夫と仏教で言いますね、平凡な人、男、商人はこれ聖者ということで、まあ、心の清らかな人ね、まあ、ある程度悟り開いとったりね、心、凡夫じゃない、煩悩から離れた人、そういうね、いろんな人が今、大きく分けたら、凡夫と商人にね、人を分けることができます。その凡消の身の上においてね、ね、じゃあ今まで過去はどうだったかといったらね、結構罪悪作ってるからね、根性でね、あの一生涯ね、善人を治めてね、念仏したらね、もう極楽に行けると、ね、命を終えたら極楽に行けると、こんなバカなことがあるんだという、これが質問なんです、ね、こんな今から言いますよね、こんなたくさん罪作ってる人間がね、一生涯ね、善を治めて念仏しただけでね、念仏実践したらかのね、阿弥陀如来の煩悩がなくなった、ね、生死がなくなった国に入ってね、永久に悟りが開けると、永久に悟れる、こんないい話、こんなうまい話はあるかと。これ聖道仏教からの非難攻撃なんですね、まあ、これも仏教学んだらね、そんなね、こんな短期間で一生涯ね、これ宮崎のはね、この一生涯ね、求めていったらね、悲願に行けるという話ですからね、極楽に行ける話なんで、ね、もういい話なんです。そんなことはない、仏教を学んだらね、三大阿僧祇行といってね、ものすごい生まれ変わりをして修行をして悟り開くのが仏教の大乗仏教の常識なのに、それをね、ぶっ潰すんかみたいな感じなんですわ。それで実際あなたの罪悪でそんな簡単になくせますか、根性で。まあ実際なかなかなくせませんけどね、一応非難としてはね、あなた過去どうでしたか、一切の凡夫や商人たちの身の上においてですね、つぶさに、これ詳しく、これ具体的の具ですね、意味はね、つぶさにと呼んで、具体的に今からね、あなたの罪悪をね、具体的につぶさに詳しく今から言いますと、まず十悪、ね、大きく十の悪がありますね。心ならば貪欲、心理、愚痴、ね、口ならば季語、ね、無駄話とかね、おせちとかね、きれいな言葉、季語、両舌、二枚舌、ね、悪口、悪口、ね、そして、もう嘘、四つの悪がありますね、口ならばね、体で心ならば貪欲、心理、愚痴、口ならば季語、ね、
無駄話、お世辞とかね、綺麗事を言う、両舌、二枚舌を使う、悪口を言う、もう嘘をつくと。で、体は殺生、殺す、盗む、そして横島な男女関係を結ぶと。これで十になりますね。これ一般の人たちが作っている罪を十悪と仏教で言います。一つ目が十悪ね。これが一番わかりやすい、罪悪としてはね。で、五悪はこれちょっと恐ろしいけどね、恩は仇で返す、逆で返す。恩を受けた者に対して逆で返す。これ五悪罪と言いますね。特に親殺しね、父殺し、母殺し、あと羅漢と言ったらね、最高に悟り開いた方、羅漢殺しね。で、和合相違だと、まあ、仏心より血を出すね、仏様の体から血を流させたり、仏法を求めている集まり、和合相違を破るような罪は、これはこっちでも恐ろしいね。あなたを幸せにしてくれる恩のある人に逆で返すからね。こっちは恩がない場合ですけどね、まあ、恩がある場合もありますけど、恩がある場合はね、罪が重いんです。恩をあだで返す。だから五悪罪はね、無間地獄に落ちます。恐ろしい罪。あなたを幸せにしてくださろうとしている親とか仏法者をね、それであだで返す、破壊する、ね、逆で返す、これは恐ろしい罪であり、ね、これは十悪阿弥陀仏は目つぶるけどね、五悪はね、目つぶれません。これね、覗かないと絶対あなたね、この世も地獄、死んだ後も地獄だから。阿弥陀仏はね、五悪と方々だけはね、これ覗くとおっしゃったんですね。まあ、もし覗けなければ、あなたができなければ阿弥陀仏が覗いてくださいますけどね。一応阿弥陀仏は五悪と方々、これ方々は、ね、仏法を阻止る、こっちよりもこっちが重い、ね、こっちが根底にあってこれをしていますから、仏法そのものを破壊するね、因果の道理を破壊する、大宇宙の真理をね、根本から否定するような行為ですよね、方々罪。恐ろしい罪です。十悪、五悪、方々、まあ、四重があんまり普段聞かないね。これちょっと今日説明しますね。これ四重の咎と言いますね。四重の咎、四つの重なる罪なんだけどね、これはね、まあ、仏教教団サンガと言いましてね、これ仏教の集まり、まあ、出家の教団ですけどね、あのお坊さんがですね、出家の教団サンガというのがありまして、その中においてはね、あの五戒の中のね、音樹、酒飲みだけを省いた四つの罪をね、犯したらね、教団追放なんです ね。実際人殺しとかするね、殺生、ちょっとこれは殺生でもね、責めるぐらいではいいんですけどね、実際この人殺したらもう絶対置いとけないんですよ。社会的な命もありますから ね。人殺しをする、あるいは実際物を盗んで、今でもそうでしょ、盗んだら犯罪ですよね。そんな人置いとけません。これ釈尊教団においてもね、この一般的な道徳においてもね、反したらもうとても周りの命がありますから。それでお釈迦様は、ね、ちょっとこれもひどい殺生中途ですけどね、あと実際ね、今でも不倫したらね、芸能人なんかはひどい目に遭うようにね、そういうね、不倫も許されない、ね、もちろん嘘もね、私は悟ったと言ってね、悟ったからちゃんと供養くださいよと、これがお釈迦様ダメなんですね。釈尊は絶対ね、釈尊教団ではね、悟ってもね、この逆進宣言、俺は救われましたって、これはね禁止。釈尊教団みんなね、悟ってもね、お釈迦様に報告して、お釈迦様からみんなに言ってもらうんです、ね、またね、悟った人はね、救われたぞーで、これこういう気持ちがなくなるんです。これはね、我ですからね、我を認めてほしい気持ちが、これはボムですわね。悟りますとね、この我は自分じゃないと分かってね、無我を悟りますからね、俺が俺がの気持ちがね、なくなっていくんですね。ただ私は救われた、認めて認めてという気持ちがなくなるから、そういうふうに言うのはちょっと逆に怪しいんです。だから基本的にはね、ほとんどね、聞かれても答えないんですね。聞かれたらね、如来はこうですって言ったら、お釈迦様ではね、私はできて絶対しないんですわ、私は。これがだから、シャツを聞かれたらね、如来はこうですって、こういう言い方するわけです。如来はこうですよね。これが悟りですとかね、こういう説明の仕方をします。俺はこんな救われ、こんなすごい体験したんだぞ、俺すごいだろう。こんな感じでしたらちょっと怪しいんです。だから全くね、世間でいうね、弁護士とか医者のね、
そういう資格を取ったようなものと悟りは全く、ね、質が違うんです。だ基本的にはね、悟った人はね、この有名にならないんですわ。そういう気持ちがなくなるからね、そういう魂胆がないんですね。ベストセラーを出そうというね、なったらいいけどね、無理やりね、なんか策略を練るとかね、煩悩を利用して仏法を広めるとか、そんな気持ちがさらさらなくなるんです。煩悩から離れていくのが悟りですからね。ただそういう気持ちはなくなっていくんですね。まあ、ちょっと話ちょっとそれましたけどもね。で、主流はこれはあまり言わないのは、在家の教団では関係ないからなんです。こういう出家の集まりではね、この酒以外の誤解のね、戒めを、ね、これ破ったらあなたは教団から出ていかねばなりませんということで、始終の咎、始終の罪が言われています。まあそういうね、私たちの過去性ね、教団にいた場合もあるかもしれませんから、そういう時にね、これを犯しただろうということなんですよね。まあ自分の頃みたいな、やっぱりこれ大体あるんですわ。あと方法代もね、今は皆さんないと思いますが、過去は仏法知らない間はね、阻止したかもしれません。その報いでまたね、苦しんだこともいっぱいあった。先代、これはね、芯がないことを先代と言いますね。意味はね、これ漢字って分かりません。これ死骸の心、誠がないんです。真実のない心を先代と言うんですね。正確にはイッチャンタカと言ってね、本当はこれイチカと言うんですけどね、ビッチャンタカというインドの言葉があって、それを無理やり漢字当てられたら一千代となったんでね、これ千見ても代見てもね、これ意味ありませんからね。これはあくまでもイッチャンタカというインドの言葉をね、漢字で音表しただけで、意味は誠がない、前言がない、これが本来の先代ね。もう死骸みたいな心、もう絶対仏法をね、話してくれるで反応しない、反応を示されるような人はね、助かりませんけどね。そういう一線代、破壊、これ戒を破るね。やっぱ戒を守ったらね、幸せになれるんです。やっぱ戒守らなかったらね、心が穏やかにならないんですわ。仏教で心を穏やかにして客観視して悟り開くんですけどね、戒があって情、禅情があって、心を穏やかにして観察、知恵で悟り開くんですけどね。この戒がなかったらね、心が穏やかになりませんしね、物事を客観視できないんでね、悟り開けないんです。だから戒を破ることはやめてくださいと。できるだけ戒を守りましょうというのが仏法。破見、これは正見、正しい見解を破る、仏法という正しい教えをね、破る。まあ、方法に入るかもしれませんけどね。一応信頼書には1,2,3,4,5,6,7 で、これ後でね、不読書にね、七悪とおっしゃってね、信頼書これ七悪とおっしゃるんですね。二百悪道に七つの悪ということで、ね、よく信頼書これまとめる好きなんですかね。七悪ということで、悪を七つに分けてね、皆さん過去こういうことやってきてますよ、ね、人のこと言えませんよというふうにおっしゃるんですよね。で、こういうことを実際我々で、ね、一切地上は大体やってきたんです。今はやってなくてもね、過去ね、絶対やってきてるはずなんです。そんな人のこと言えないんですよ、あんまり。そういうことをね、今まであなたは過去世からずっとね、まだ聞いてない可能性もある、まあ、文法聞いたらだんだん弱くなることありますけどね、基本的には大体多かれ少なかれ七悪というものをですね、我々人間は大体持っております。それでこういう七つの悪を作って、いまだ助人することはたわず、いまだね、まだ残念ながらね、いまだまだね、覗き尽くすことができてません。まあ仏法を聞いていけばね、まあ、正しい仏法を聞いていけばありがたいことにね、私も実感ありますが、だん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 これがね、弱くなっていきます。我習が弱くなりますからね、執着減っていきますから、煩悩も弱くなっていくので、だん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 覗かれて、減っていきますけどもね、いまだ覗かれ尽くすことはあたわずできてませんね。これやっぱりね、覗かないと浄土寺はできないみたいな感じね。これをなくしてね、煩悩のないね、生死のないね、極楽に入ることができるんだから、これなくさずして、こんないっぱい持ってるあなたがどうしてこんな一生涯ただね、善を納めて念仏しただけで極楽に行けるんですか。こんないい話があるかと、こういう非難でございますね。こういうたくさんの罪を作っていまだ覗かれ尽くされていない現実、あたわずこれできない、未だ覗かれ尽くされていない、できない状態、
しかるに、ね、しかるにけれどもね、しかるにけれどもこれらの罪はね、三害悪道に帰属する、こういう罪を作ってるから我々はね今輪廻するんです。輪廻するのは絶対ね、こういう罪ね、これなかったらもう輪廻から離れますから、必ずね、私皆さんね、これね、多かれ少なかれみんな持ってますからね、ただ人ごとじゃないんですよ。こういうのを作って、これらの罪、この七悪、七悪によって我々は三害、これ欲界、色界、無色界ね、仏教では六道以外に分ける、六道はこのね、あの業によって分けますけどね、これはちょっとね、分け方がちょっとこれ逆に書きましたけど、欲界は五欲が幸せ、これ刺激の幸せね、外の楽しみね、この五感でね、見るのが楽しい、聞くのが楽しいね、嗅ぐのが楽しい、味わい、舌が楽しい、触れるのが楽しいね、これ五感の楽しみ、欲を生み出すことが幸せ、これ欲界と言いますね、まあ、六道ほとんど欲界でございます。で、精神レベルが高くなったらね、色界、無色界、これはあの健常界なんですね、結構あの上のレベル、例えば色界ならばね、このまあ今で言ったら芸術ですかね、そういうものに欲とはちょっと次元の上のね、高いレベルのね、幸せを求める人、色界、ね、無色界はね、まあ、思想とか哲学ですかね、それもっとただハイレベルのね、幸せを求める、まあこれ色は本来ものですけどね、まあ、欲望が幸せで、この色ね、芸術とかそういう人間は魂を落ち込んだものやっぱり幸せ感じる場合がありますからね、芸術作品とか本当はそうじゃないんだけどね、あの心を禅定に、本当の意味はね、禅定といってね、心をですね集中する、ね、この抜群の集中力ができた状態になったらね、ほとんど煩悩起きないんです。禅定といって心が集中できている状態の世界ね。無色界はねもう対象がない、これちょっと想像できないけどね、あの物がないといってね、この色界の場合はね、ある物事に集中している状態を言うんですけどね、禅定に入った状態が色界、こっちはもうね、あのちょっと宇宙とかもう 無を対象にするみたいな感じでね、そういうハイレベルの世界があるんですけどね、いずれもこれは迷いであって、悟りではないと、まあ、この何を幸せとするかという価値観によってね、大きく3つ分けて、でこれが三害と言いますね。で結局三害にとどまっているのが我々、そして悪道、これは三悪道のことでね、悪い世界といったら仏教では、ね、地獄、ガキ、畜生、特に貪欲が強ければガキ道に落ちるし、怒りが強ければ地獄に落ちるしね、愚痴が強ければ畜生界に生まれます、これ三悪道と言いますね。この迷いの世界、そして悪い世界に帰属、これ気はね、つなぐ、これつなぐという感じね、三害につながれている、俗はこれ属するね、付属している、我々はこの三害悪道につながれて属しているのは、こういう悪号が、こういうね、七悪があるから、いまだ我々は生まれては死に、生まれては死にを繰り返すんだと、これが仏教の教えなんですね。まあ、これが普通仏教を学んだらね、誰でもね分かることなんです。ただ普通仏教を学んだら、これ禅道大師の例えはね、虫が良すぎるぞと、こういうふうに思うかもしれません、ね、で禅道大師はこの後こうおっしゃるんですね。一生涯この人生においてね、しっかり真剣にね、修復、ね、これ福はこれ禅ですね、福徳ね、福徳を収めていく、ね、福徳をね、幸福になる徳をしっかり身につけて、ね、福徳をしっかり収めていきます、まあ、修行ですよね、仏教で教える禅をしっかり、福徳をね、しっかり収めていくことを務め、そしてもう一つね、念仏 ね仏を念じていく、福徳を収めることと念仏の実践によって、ありがたいことにね、これであなたね、一生涯これから皆さんね、福徳を収めることに努め、念仏を実践すれば、三大阿僧祇行かかるね、ものすごい長期間かかるね、罪悪減らすにはすごい時間かかるけどもね、阿弥陀仏のお力でという感じかな、
ね、主福念仏して、すなわちね、短い時間でね、かの阿弥陀如来の阿弥陀仏の世界をね、極楽浄土というのはですね、無漏無生の国なんですね。煩悩がない、これはこれね、煩悩のことですね。人間のに皆さん使うね、うろうろという言葉ありますね。うろうろするね、これうろは意味は煩悩です。うろうろするなっていうのはですね、うろは煩悩があることをうろと言います。うろとは煩悩のことをうろ、それに対する言葉がうろなんですね。うろは我々煩悩が体から漏れてますよ ね、私も皆さんも漏れてますね、煩悩からね。で、うろは煩悩が漏れがない、このね、もう清らかな心ね、このいやらしい醜い汚れの煩悩がない状態を無漏と言いますね。仏教はこれ無漏を目指すんですね。無漏を自覚して、自分は無漏だと自覚した人にね、この無漏という心が、これ仏様の心です、ね、無漏の心があなたの心に生まれてきます、ね、これが極楽浄土阿弥陀仏の世界でございますね。そして無生、これはね、迷いの生死を繰り返さない、迷いの生まれ死にがなくなった世界を無生と言いますね。ただね、救われた人はね、もう下脱してね、もう二度と迷いの世界にね戻らなくてもいいんだけどもね、慈悲があるからね、ちょっとだけ煩悩を残すんです。それはね、人々を救いたいという執着ね。本当はこれもなくなったら本当にね下脱なんです。二度と生まれてこないんです。でも阿弥陀仏本願はね、あえてね、全員が救われるまで私も皆さんと一緒に迷いますと、皆さんと一緒にあえてね、ウロの善、皆さんを救いたいという執着だけ残してね、一緒にルテリーヌするんです。まあでも苦しみはないですけどね、そういう、境地を目指すのが大乗仏教なんです。自分だけ出会いに入って、はい、さよならじゃなくて、私は皆さんが全員救われるまではね、仏になれるけどもあえてなりませんというね、決意をする方が法蔵菩薩。ただ今のね、文殊菩薩、普賢菩薩、観音聖子、地蔵菩薩、あれみんなね、仏様やのにね、仏に相手ならずにずっとね、とどまるんです。全員を救うまでね、私はみんなをほっとけないという気持ちからね、あえて仏にならずにずっとね、菩薩のまま51段でね、まあ、41から51段の間なんですけどね、そこにずっとね、もっと上上がれるのに上がらずにとどまって、皆さんと一緒に具天輪にして皆さんを救おうとされるのが大乗仏教の菩薩なんです。それであえて煩悩を少しだけ残すんですけどね。でもそういうのはね、阿弥陀浄土もね、もうこの迷いの生死はない、でも実際生まれてくる、それは人々を救うためだけにね、救うためだけにまた生まれ変わってきますけどね、そういう人も少ないですけどいると思いますね。まあ、これが阿弥陀仏の極楽浄土、無漏無生の国ね、その国に入る教えを禅道大師は説くんですね。これが観無量寿経の教え、大無量寿経の教えなんです、ね、でこの一生涯で修復念仏で他の無漏無生の国に入って長く生をするを縁や、ね、こんな短期間で ね仏教の目的を成就してね、永久に生を、これ悟るね、生も後も悟る、こんな一生涯で念仏の実践によってね、極楽に、命を終えたら極楽に行って入って永久に生を売ることができるんですかというね、これが質問でございます。でこれに対してそうなんですということでね、例えをずっと並べて、で最後に、ね、いっぱい例え出した後、もう一つね、最後に有名な例えが涅槃像で、こういうことだからね、この疑問もね晴れますよと。皆さんが涅槃の住んでいたらね、このね疑問、仏教のね、仏教を学んだ人はこういう疑問が必ず私も出ました、ね、でもこれに対して禅宗大師はね、お答えしようということで、この後ね問いに対して、答えを、なされます。もう一度いきますと、まずね、問いを一つ設けました。皆さんきっと仏教を学んだ人はね、誰もが起きる疑問がこういう疑問なんです。これ浄土仏教の教えを今から話しますからね、浄土仏教を学んでいたらね、こういう疑問が絶対出るんですね。もし
理解や行いが同じでない横島が混じった人たちがいます。悟ってなければ大体こんな感じですね。そういう人たちが来てですね、そしてね、惑わし乱す、ね、おいおいおい、本当こんなことあるんかなということで、惑わし乱れて、またですね、さまざまな疑いと非難を解いてね、こんなことで往生なんかできますか、往生を得ると、こういうふうにね言われるだろう。まず言われるでしょう。もう一つこういう非難がある、あるいは二つね、こういう疑問を持つだろうということで、二つ目はですね、言わんね、かっこ何時ね、これかっこついてますけど、ね、お前たちは何時らは多くの生死を受けるね、我々十方衆、私たちはですね、皇后古い過去から以来今日までね、そして今生においてですね、古い昔から私たちは体や口や心の行いでね、一切の凡生ね、凡夫商人、いろんな人がいる、いろんな人がいますけどもね、体や口や心でね、どんな行いしてるかといったらね、この身のこの私の上においてつぶさにね、今はだいぶ減ったかしれんけども、過去は絶対やってる。つぶさに詳しく言いますとね、十悪五逆ね、恩あられ返す、ね、そして教団追放の罪、方々罪、ね、誠がなかった死骸みたいな心、戒を破る、ね、仏法の正しい見解を破る、これ信頼書に七悪とおっしゃって、七悪とおっしゃって、こういう七つの罪を過去においてずっと作ってきたのが我々でございます。そういう私たちが未だね、これまだね、いくら仏法を聞いたといってもね、まだまだね、覗かれ覗き尽くされることはできてないでしょ。そんな状態でどうしてね、命が終えたら極楽に行けるんか、仏になれるか、そんなことは考えられませんからね、未だ成就することはできてません。しかもにね、これらの罪によって我々はね、三害、横界、四界、無四界で眉の世界にずっと今までいたし、悪道、三悪道にこういう罪を作っていたから、つながれていた属、ね、属していた、こういう世界にずっとつながれて属していましたよ、一緒にね属していたんですよ。そんな我々がいかんぞ、どうしてこの一生涯、生まれてから死ぬまでの間ね、ね、福徳を収めてね、そして念仏の実践、これでこのね、すなわち短い時間でね、かのね、阿弥陀仏のね、煩悩のない極楽浄土ね、生死のない極楽浄土の国に入って永久に悟るすることができるんですか、そんな虫のいい話はないじゃないですかと、まあ、これが起きる疑問でありますが、それに対して、いやいやいや、ちゃんと今からね、あなたのね、学んでる仏教の教えをベースにして、例え、今から分かりやすい例え、今から言いますから、例えも話した上でこれが間違いないことをね、今から、ちゃんと根拠も善の大師を挙げて、お経に基づいてこの後ね、詳しくお話をしてくださいます。それをね、今から聞かせていただきたいと思います。